小原宿は、甲州街道の9番目の宿場町であり、現在の相模原市緑区小原の一部に相当する。東西に2丁半と小さかったが、難所である小仏峠の甲府側に位置するため、重要な宿場であった。西隣に位置する寄せ宿と対応して、片継ぎの宿場となっており、江戸、小仏方面から来た人や荷物は、 当宿から寄せ宿を通り越して二つ先の吉野宿へと継ぎ立てるが、新州、甲府方面から来た人や荷物は寄せ宿から当宿を通り越して小仏宿へと継ぎ立てられた。つまり、江戸方面から甲府方面に向かう場合のみ、この宿場を利用できる。前後の宿場は小仏宿イコールイコール小原宿イコール寄せ宿となっている。宿の中心となる本陣であるが、 当宿戸の本陣は、清水家の建物が使われた。この本陣を利用したのは、新州諏訪藩、高藤藩、飯田藩の大名と交付金藩の役人であり、本陣に泊まりきれない家来などは、脇本陣や別の旗子などに泊まった。旗子は7軒あり、一般の旅人だけではなく、身延山や富士山への参拝客も泊まっていたという。 甲州街道小原宿本陣現在の神奈川県に、当たる地域には、東海道と甲州街道を合わせて26件あったが、現在建物として残されているのは、この小原宿本陣だけであるため、貴重な建物となっていて、平成8年2月13日に、神奈川県重要文化財に指定された。またこの本陣の前には、考察状が復元されている。 毎年11月3日には小原宿本陣祭が行われ、大名行列、茶会、大道芸などが催される。現在相模原市によって整備されている。また本陣から国道20号を東に行ったところに、小原の里という施設もあり、小原宿や相模湖地区の歴史が知ることができる、古文書投資料が展示されていて、休憩所としても利用されている。ありがとうございます。